きチャンネル。ジョン。こんにちは。第4回10億円選手開幕です。やってまいりました。とうとう来ましたか、この時期が。嬉しそうやな。いやいやいや、そんなことで、もう私はピリッと今気引き締めてきたんで、今日してんの。はい、だからメイクもバッチリして引きしてきてるの。珍しく。珍しくって何ですか。そんな、いつも私このぐらいしてますよ。いつもなんかもう唇塗 塗るだけじゃなかったっけ、そこで。いや、そんなことないですよ。そうなの。はい、今日なんか勝負してきてるなと。いやいやいや、いつもこんぐらいしてます。あ、でもノースリーブを解禁してきました。久しぶりに。大丈夫、出しても。ちょっと今太ってるんですよ、本当に。どうしようっていうか、久しぶりに来て、やっぱりこう、秋ぐらいから、あ、やばい、二の腕だいぶ太ったなと思って、出さないと太るんですよ。だからもっと出した方がいいんじゃない。もっと、どういうことですか。だからもう、このここぐらいでやって、腹も出してじゃもう、はい、腹引っ込めなきゃみたいな。そう、出した方が意識するんで、するんですよ。だこれから二の腕、多分私どんどん引き締まっていくと思うんで。そうだな。はい、出して期待して。はい、いや、なんと、しかもこの10億円選手権動画、はい、うん、侍ジャパン源田選手が大好きだということで。へー、見てくれてるんですか。そうそう、見てますよ。10億円のやつ面白いですね。面白いと思ってもらえるんですね。だって、そりゃそうでしょ。だって選手の年俸で遊んでるんですよ。うん、でも別に、はい、今年活躍すると思われてるってことだよ。あ、もうそっか。だって明るい選手を選んでるってことは、今年活躍するって言われてる選手なんだから、はい。あ、選ばれたら嬉しいですね。そうだよ、だって下がるやつ絶対こいつ活躍しねえだろうっていうやつとかさ、はい、大して活躍しねえから年俸そんなに上がれねえだろうっていうやつ選ばないじゃん。絶対選ばないですもんね。でめっちゃ活躍して、うん、めっちゃ上がるやろって思ってやってるわけじゃん、はい。それはだって喜ばしいことだよ。そう、確かにそうだな。うん、うん、あ、そうだ。じゃあ俺も今年これはもうビビーキで現代選ぼうと思ったけど、複数年選べない。そうなんですよ。そう、うん、去年ね、うん、複数年結んじゃいましたね。で今回特別ルール、はい、やっぱ昨年の、うん、勝負で、コメント欄でも結構あった、はい、村上取ったもん勝ちみたいなね、はい、っていうのになりかねないから、うん、今回は特別ゲームとして、はい、じゃんけんじゃなくて、かぶったらその選手は取れない。はい、そうしましょう。うん、まあ、今年もね、大幅に上がりそうな、そんな人いるからね。うん、そうそう、だからかぶったら取れないね。はい、だからそれでまた全員だから、そういうところではこの選手だけ取ったら OK っていうのがなくなるからね。そうですね。うん、うん、じゃあ、はい、いいですか。はい、どっから行きます。先発から行きますか。じゃあ先発から。はい、ちょっと待って、じゃあ先発ね。はい、いや、先発ってやっぱたくさんいるので難しいんですよ、一人選ぶっていうのが。俺はもう決まってるから。私もでも、まあ、もうここに行こうっていうのありますよ。そうなん、俺はもうドラフト1位やからね。はい、ドラフト1位。ドラフト1位でも俺先発って言ったら、はい、年俸見ないでこいつやと思った。あ、でも私ももうそういう勢いでした。はい、お、いきなり、いきなりかぶるまであるんじゃ。やだやだ。じゃあ行こうか。せーのね。はい、せーの、藤井佐々木朗希。おお、藤井耕也投手ですか。うん、おお、佐々木朗希で、はい、俺はもうこれはね、ソフトバンクの藤井、はい、今が年俸ね、いくらですか。え、今が、ちょっと待ってよ、うん、今が年俸5000万なの。はい、で、うん、今年万が一10勝以上して、俺は10勝以上すると思ってんね、うん、10勝以上して、はい、ソフトバンクが日本一になった場合、うん、1億円アップします。確かにソフトバンクの上がり幅すごいからな。今年も 669% アップです。はい、650万から5000万で、5000万から1億5000いくと思います。ソフトバンクの選手選ぶそういうのありますよね。だから俺はね、藤井、はい、私は佐々木朗希投手、今8000万だったかな。うん、8000万から1億8000万、はい、ロッテなんないよ。ロッテなんないか。確かにな。1.15だよ。うん、でも今年10勝私も佐々木朗希投手すると思ってて、うんうん、でまたノーヒットノーランとか金試合とか、まあそういうのあげたら、うん、だって今年も結構上がったじゃないですか。そう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 、うん、5、6000万は上がってるので、うん、まあ、そのぐらいは上がるだろうなという見込んでます。リリーフ、リリーフ、はい、はい、いいですか。はい、せーの、宇田川。ああ、湯浅投手。俺はね、宇田川、宇田川投手ね。宇田川投手いくらなんですか。うん、宇田川投手安いよ、1700万。おー、私湯浅投手が4700万。うん、そのとこ被んないですね。こぶれへんねん、はい、何気に抑えね。はい、ちょっと待って、私はもうあの人です。どうなの。はい、かぶりーず、かぶっちゃう、かぶっちゃうよね、抑えとかね。抑えかぶっちゃいそうですよね。うん、かぶると、かぶってダメってなると、うん、意外と他選ぶ人がなかなかちょっといなくなってくる。できよ、はい、抑えね。はい、
せーの、大勢。そりゃそうですよね。どうしよう、これ選べないんですよね。大勢は選べないよ。もう選べない。俺はもう一人いたのよ、うん、でも大勢言うだろうなと思って潰しに行った。いや、そりゃそうですよね。俺も決めてんのよ。え、決めてんですか。うん、だでもこいつ年俸いくらなんだろうと思って今探してんのよ。よし、じゃあもうこれで行こう。ん、オッケー、来た、はい、押さえね、押さえ、はい、せーの、山崎総一郎。おー、あー、私ね、それね、若い方で行こうと思ってたんだよ。そんなの残さないよ。総一郎か。総一郎良くない？総一郎は、総一郎は、後ほどの動画で言おうと思って。それは甘いよ、それ。総一郎も撮っちゃうから。ビーズカフの作り返して、離脱したけど。いや、そう、離脱したんですけど、多分腰の張りなんで、うん、そこまで長引くものではないだろうなって私は思ってるので。うん、そうだろ。あのシーズンは普通に出るだろうなっていう、まあ、ちょっと賭けでもありますけど、うん、栗林投手はでも結構高いんですよ。そうなの、払うね。9500万。これ山崎総一郎2300万だからね。いいですね、安いですね、うん、大丈夫、戻ってくる、栗林投手は、うん、そのちょっと離脱があったからどうしようかなって感じだったので、うん、じゃあキャッチャー、キャッチャーね、いいですか。キャッチャー、OK です。せーの、坂倉。絶対来ると思いました。若月な、若月と危ないよ。何ですか、森がずっと試合出たら。でも FA なんですよ。ああ、西武に行くっていうね。西武に行くって。西武に行くとかじゃないですけど。西武に行くんじゃないの。あの、地元が、地元が、埼玉だから、はい、あの花咲徳栄で、で森がオリックスに来たから、若月が、時間差トレードで西武に行くっていう予想ですか。え、違う、それですよ、それ言いたいんですか。いや、そんなこと思ってないですよ。違うんですか。だって FA ってどこ行くんじゃ。いやいや、わかんないですけど、でも山本由伸投手とやっぱセットじゃないですか、いつも。だからその時は絶対試合出ると思うんですよ。出るの、はい、もう山本由伸投手と私はセットで試合に絶対出ると思ってるので、うん、で森選手は DH でも出られるじゃないですか、うんうん、だからで FA で、でもしかして山本由伸投手はメジャーに行くかもしれない、うん、そしたら若月選手もそのタイミングで、あ、時間差トレードで西武に行くって言いたいんですか、うん、いや西武とは言ってないですよ。西武じゃないの。どっか行く可能性はありますよね。だからどこですか。どっかあるんじゃないですか。西武ですか、地元だから。いやいやいや、みんな地元に帰るとは限らないので。そうなんですか、はい、だって岸とか地元に帰ってるじゃん。わかんない。あ、でもあれじゃないですか、 DeNA とか。そうなの。わかんない、結構適当に言いましたよ、ね。だからあれでしょ、DNA もでも F キャッチャー FA だったりする。マハマーさんが曰く若月は絶対 FA 宣言しますっていうことでしょ。早いね、1年前からまだ始まってないのに。でも残留したとしても上がる傾向あるじゃないですか、 FA って。そうなの、そんな球団なの、うん、オリックスは。わかんないですけど、渋いよ。しオリックス潤ってますよ。潤ってます、潤ってますよ、今。そうです。なんでそんなに若月選手のところで私なんか詰めてくるんですか。いやいや、そういう話なのかなと思って。いや、わかんない。ちょっと若月選手今いくらもらってるんですか。4800万。助っ人が当たらないから DH にいるという考えもできるんですよね、ビックスの助っ人は。うん、そうそう。え、助っ人が当たらないってことですか。いやいや、違います、違います。今、はい、今、はいって言ったら言って、勢いに任せて言いましたけど。そういうオリックスはそういう見方ですか。いや、 DH を使う方も森選手できるじゃないですか、うん、キャッチャーでもいけるし、うん、DH でもできる。でも DH で入ったら若月選手はキャッチャーで出るじゃないですか、うん、そうだね、出ます、大丈夫。だから総括していい、はい、話をまとめ、違ってたら違ってるって言ってね、うん、分かりました。話をまとめると、うん、オリックスの外国人は活躍しないから、いやいや、森が DH に入って若月がキャッチャーになって、でも出番が減るから、花咲どこあるか、埼玉、地元埼玉だから、来年西武に FA するから給料がドンって上がるっていうことですか。いやいや、もうそれもなくはない。可能性だからね。可能性です、うん、そうです。可能性は無限だから。外国人選手が大爆発する可能性だってあるから。あるね。分かんないから、うんうん、始まってみないと分かんない。分かんない、うん、でも若月の年俸は FA で上がるという見込み。上がる、うん、上がる。私1億円ぐらいになる、うん、6000万ぐらい上がる。よし、じゃ続いてファースト。はい、いいですか。はい、いいです。せーの、山川。でもこの勝負なしですね。そりゃそうよ、うん、そしたらもう釣り回そこかな、やっぱ。あ、そうなの。うん、でも決まってんのよ、もう誰言うか。
そうですか。じゃあ私もいいですよ。いいの。はい。せーの、山口。うん？岡本選手。あ、岡本。はい。下がったんで上がります。うん、俺はね、山口。ロッテ。いや、私も山口選手はネクスターで入れたいんですよ。いや、入れさせないから上がるから。ネクスターと絶対上がりますよね。うん、うん、山口いくらなんだろう。山口選手は2800万。まあ、でも私セカンドは決まってます。決まってる、はい、じゃあセカンドいく。はい、せーの、中野。あ、マキね。はい、俺中野、ご安心。マキもでも1億するんですよ。1億2000万。中野はね、7000万。私ちょっと今使いすぎだな。6億6000万です。意外と使ってるね。結構使ってるね。使ってるな、うん、サードね。はい、よし、サード、OK、サードは決まってます。はい、いいですか。はい、せーの、サトテル。あー、ん、阿部選手、楽天に来た。おお、俺サトテル、サード。サトテルいくらですか。ん、阿部選手は6500万です。サトテルは、8500万です。おお、俺だってまだ1億円以上の選手誰も言ってないんだよ。ですね、うん、私2人。待って、ショートどうしよう。ショート、いや、もうちょっと私次はそこだな。よし、OK、ショートいいですか。そうだ、はい、せーの、長岡。いやー、もう取れないのこれ。嘘、どうしよう。そりゃ長岡は取れないよ。それは、嘘、簡単には、うん、もう俺次、金額もいい感じだったのにな。もういい、あるよ、俺次。オッケー、オッケーっす。ん、またかぶりそうでやだな。佐藤さん、オッケーです。オッケー、はい、ショートで、うん、せーの、小園。いや、いなくなっちゃうよ、これ俺まだいるから大丈夫。私もいます、います。じゃあいい、はい、はい。ちょっと待って、本当にあれでいいか、もう一回。いや、私もね、今そうそう、いいかなっていう、最近ちょっとな、でもいいや、うん。せーの、上川畑。上川畑選手、うんうん、私、紅林選手。上川畑安いよ、2200万だからね。安い。紅林選手、何で4000、4200万。私、レフト決まってます。決まってんの。はい、よし、オッケー、オッケー。はい、オッケーです。せーの、松本剛。うわー、取れないのか。いや、ちょっと潰しといた。取れないのか。待って、潰しといた。いや、言いそうだったから。一回で守ったらいいんだよねって言って、松本剛全ポジション守ってるから。はい、だからいきなり言ってくると思って。なるほど。まあ、取れたら取れたらでいいわと思って。待って、いいですか。私あといくら使うんでしたっけ。2億7000。2億3000。2億3000。ちょっと待って、取れるか取れないか。俺だってまだ3億8000しか使ってないんだよ。ないんだよ。俺は OK よ、イメージできてるから。あ、いけるかな。いく、よし、 OK、 いいですか。はい、レフト、レフトね。はい、せーの、サムケータ。本当は私も佐野さん行きたかったんですよ。いや、それ知ってるよ。だってもう行けなかったでしょ。行けなかった。俺は最初から佐野にしようと思ったけど、はい、松本取るだろうと思って、まず松本を殺しといて、はい、で、佐野ゆっくり行こうと思って。性格悪い。性格、ひねくれてるの。だから俺、複数年してないか調べてたの、佐野。あ、そうなんですね。してないですよ。で、私大山選手 で、うん、でこれでも1億3000万です。うん、で、センター決まってます。ほう、じゃあ、あいつやな。潰そうかな、じゃあ。いいですよ、別に。いいの。いいですよ、別に。ああ、ああ、ほう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 、いいわ、じゃあ。え、それあげるわ。分かった、俺、袴田さん取る人。え、くれるんですか。うん、違う人言ってくださいね、じゃあ。ん、違う人言ってくださいね。あの人でしょ。私はもうセンターはこの人って決めてました。決めてんの。はい、もう第一印象から決めてました。もう私は第一印象からこの人って決めてました。決めてたの。はい、じゃあ潰そうか。なんでそうやって潰しに行こうとするんですか。いやいや、だってこれ作戦だから。まあまあ、そうですね、今回新ルールですからね。いいですよ、はい、
いいですか、センター、はい、センター、いい、じゃいいですか、はい、せーの、岡林、岡林です、はい、私近本選手は取れないです、もうさあ知ってます、はい、でも俺近本はセンターでしか取れないから、はい、岡林はあげます、はい、ありがとうございます、はい、岡林選手は4000万です。近本いくらなんだろうな、1億7000万うわー、でもそれだったらあれだったな、ゆっくりライトで岡林選手でもよかったな、でもそしたらまた来るかもしれないもんね、ライトに残してたら言ってたよ、そうですよね、うん、じゃあよかったと言ってで、私があといくらですか、まだ6300万、6300万で、2人よ、で、2人やばい、じゃああれか、もう俺も誰でも取れんな、よし、俺はもうライト決めてんだよね、ですか、うん、じゃあこの人で決めてました、はい、私も決めました、もうそんな被んないだろうな、私安いから、絶対被んない、はい、いや、じゃあ潰しに行こうかな、わざと、んあの人でしょ、俺知ってる、誰か、え、知ってます、うん、知ってます、じゃあ俺、あの私のメモ見ました、多分この人言うやろってやつ、うん、あの指差しとくわ、ええ、でも当たんないと思うな、これ、そうなの、はい、無名なの、あの比較的賭けです、あ、そうなの、はい、そりゃそうだろうね、もう使えないからね、はいはい、いきますよ、じゃあライト、はい、いきますよ、せーの、島内、ん、森下選手、ああ、阪神、はい、ルーキーです、ああ、俺こっちかと思ってたわ、ん、ああ、矢沢くんね、ああ、島内ですよ、え、島内選手複数年ですよ、そうなの、はい、今、うん、じゃあ、そうだ、ダメですよ、変えられないですよ、じゃあ、まあ下がりもしないけど増えないから、じゃあいいわそうです、島内、ああ、そうか、複数年だね、そうですよ、あの近藤のやつ言ってたもんね、そうですよ、忘れてたわ多分、複数年じゃなかったら相当上がると思いますね、うん、そう、複数年だよ、でも分かんない、なんかまた新たな契約になるかもしれない、なるかもしれないですね、かけるわ、それで、うん、またタイトル取ったら、3年連続タイトルで、なんかボーナスあるかもしれないから、そうですね、私、森下選手1600万です、ってことは私あといくら取れる、最後のディフェンスだと決めてないんだよな、4000、あと4700万使えるんだ、結構使えるじゃん、はい、はい、もうここはもういい、DH、はい、せーの、西川、西川龍馬選手、うん、矢沢、矢沢永吉、えちゃん、いやいや、こうちゃんです西川、え、次の動画で西川選手は絶対入れたかった、いや、もう撮っとくからやばいなぁ、矢沢選手、俺だって全員、外野全員1億円超えだもん、おお。私1億円超え何気に2人ですよ、で、それ2億円超えいますもん、はいでも岡本選手は頑張ったら、俺だって見て、俺5000万以下が 1,2,3,4,5 人もいるから、そうですね、うん、え、でも5000万以下私もいっぱいですよ、1,2,3,4、あ、4人だ、うん、若月いる、あ、そうだ、でもあれでしょ、最後ら辺はいけないから下げたほうがいい、下げた、そうそうそう俺は本当に欲しい人が安かっただけだもん、はい、いや、でも私も森下選手も矢沢選手も欲しかったよ、そうなの、うん、これでも、ね、今年来ると思ってるから、でも、あ、西川欲しかったでしょ、欲しかった次の動画で欲しかったまあ、こんなに偉そうに俺言ってるけど全敗してるからね確かにやっぱ今年あれでしたね、じゃんけんじゃないから、うん、意外と戦略とかで潰され松郷、松郷取れなかったの痛いな、でも別に俺も松郷取れてたら取れたに越したことなかったよ、本当ですか、うん、私をただ潰しに来たんじゃなくてですか、取れたら取れたでよかった、取れたら取れたでよかったけど、はい、いない方が得じゃん相手に、まあそうですね、うん、だから俺は佐野は袴田さんが佐野取れないのは知ってるから、お互いから、うん、だからまあ松本取れたら取れたで OK っていう、はい、そうですね、うん、でも私も結構いいメンバー取れたと思いますよ、うん、若月選手期待してるし、 FA するのに西武に違う、分かんないですよ、可能性ですから、可能性可能性です、まあこれでね、はい、答えは1年後だから、そうです、だから皆さんもね、ちょっとやってみてね、はい、どっちがね、うん、僕らと勝つかね、だからこれね、まあ最後に言ったらあれだけど、うん、みんなも一緒に、はい、せーので言った方がいい、うん、あ、そうですね、うん、うん、そしたらもし被ったら、うん、でも俺らは取るけどね、はい、取っちゃうんだよ、取っちゃうんだよ、
ちゃうけど、意味ない意味ない、うん、だからまあ、ね、私たちがあだから俺らかぶったやつは取らないでやればいいんじゃん、うん、そうですね、うんうんうん、一緒にね、はい、まあでもね答えは1年後だから、はい、うん、今年はいけるような気がする俺、そうですね、俺の予想ね、はい、藤井はもう1号ぐらいいくのよ、はい、うん、年俸が、はい、あ、予想しよう、あでも中間いつも予想してるじゃないですか、今から今から予想するんですか、うん、で、はい、ドンピシャだったらすごいよね、あそうですね、うん、だから誤差、うん、だから1億円以上は誤差前後1000万だったら成功、はい、で1億円未満だったら誤差500万前後だったら成功にしようよ、ん、もう一回言ってください、だから1億円以上の年俸だと前後誤差1000万ずつ、あ1000万ずつ、はい、の間に入ったら成功、はい、で1億円未満だったら誤差500万円500万前後のうちに入ってたら成功にしようよ、成功で何に当てれるかやろうよ、何当てれるか期待してるからね、はい、うん、俺ね、じゃあ俺は藤井はね1億5000万、袴田さんは、袴田さん佐々木朗希、私1億3000万、宇田川、うん、俺はね10005000万。私湯浅投手ね8000ぐらいいく気がするな。でも阪神やからな、うまくいったら1億円もあるね。あるんですよね。でもまあ8000、4700万なんで。山崎総一郎7000万。で栗林投手が9500万でしょ。カープって結構どうですか上がり幅。まあ昔に比べたら出すんじゃない。まだ1億2000万にしようかな。よ、う、で、ん、坂倉。はい。1億3000万で若月選手1億、あ、FA して FA して1億、残留しても1億、あ、残留ある、残留も1億で、山口6000万、岡本選手が未知数なんだよな、今年大活躍したら4億とかもあるし、でも去年下がってるから3億5000万、じゃあれでしょ、第二勝負、はい、俺のどんだけ差額が少なく当てれたか予想の方で、でもダウンもありますからね、私たちこれめちゃめちゃアップで言ってますけど、いやそりゃそうでしょ、ダウンなんて気にしないからそうですね、うん、だって去年だってそんなダウンしてる選手いなかったじゃん、はい、高松さん1人か、1人でした、うん、俺が2人、2人か、ね、だから大丈夫、はい、大丈夫大丈夫ですね、うん、俺中野は7000万から、うん、今年盗塁を取るから1億2000万、牧選手は1億7000万、うん、今の佐野選手ぐらいいく、うん、で俺佐藤出る1億2000、1億2000、今年は後半バテないで頑張ってくれるでしょ、うん、で阿部選手が6500だから9000で、上川畑5000、紅林選手まあリアルに当てに行って6000、全員リアルに当てに行ってますけどそうなんですけどなんつうか 今の方でどうしたんですか、いやいや本当は期待的にはここから8000ぐらい言いたいですけど全員リアルで行ってますけどそうですよね、はい、なんか今の一言で、はい、紅林だけそんな上がんないでしょうにしか聞こえない、はい、いや違う違う違ういやまだレギュラーもがっちり、うん、レギュラーでしたけど、うん、なんか野口選手とかも出てきてるし、うん、怖いので、うん、はい、でも頑張るよ、俺佐野2億5000、おお大幅に行きますね、タイトル取る首位打者、首位打者、うん、佐藤輝いくらって言いました、俺5000、あの佐藤輝、はい、佐藤輝は1億2000、1億2000にしました、じゃあ大山選手1億5000万、あんま上がんないんで、阪神ってでも近本選手もこの間上がり幅渋かったじゃないですか、うん、今近本選手ってもともといくらでしたっけ去年、うん、あ17か、うん、今ね、うん、15から17ぐらいじゃないでしたっけ、そうだった、うん、じゃあ続いて俺は近本は22、えじゃあ私大山選手17にしようかな、大山選手17にして岡林選手8000で、俺島内え球団が不憫に思って、はい、いちごいちごそんなことあるんだね、ええ複数年なのに、うん、不憫に思ってもうがんじゃタイトル料とかって言って3000万円くれるパターン、はい、あーなるほどね、うん、じゃあ森下選手は
4000万た、もう新人王取ってんで4000万いったらな。え、でもそのぐらいの活躍をする。西川は、16で、矢沢選手、矢沢選手は15でしょ。日本ハムって上がり幅はどう、そこまで。そしたら3000倍、OK、よし、これでね、はい、まあ、どんだけ頑張ってくれるかね。この時点でアップ幅どのぐらいなんでしょう。どっちがアップしてるんでしょうね、この予想で。俺は15億3000。おお、だから4億7000万アップ。おお、私はデータ使うの、うん、15億よ。だから、あ、5億、今どこまでいったっけ。5億7000か、5億7000、4億6000、まあ、アップ率。イエーイ、勝ったー。予想だから。勝ったー。予想です。え、でも佐藤さんの方が絶対予想のアップ高めに言ってると思う。私結構ちゃんと、いや、そこまではっていう、ちょっと控えめに言ってるから。いや、俺それぐらい活躍すると思ってるから。いやいや、私も活躍しても、え、あ、支部人だから球団が出さないってこと。出さないかもしれないじゃん、支部人だから。うん、そんなこと。よし、勝った、一勝。よし、いや、でもまだまだもう活躍、もうめっちゃ活躍してくれると思うんで。まあね、答え1年後だからね。はい、はい、皆さん目指せ4連覇目指せ初代初勝利ね。